ます。ありがとうございます。今の試合を振り返っていかがですか？神村学園に負けて、みんな落ちていたところはあるんですけど、その3位になるぞという気持ちで全員がアップから、まあ、やる気を出して、まあそのおかげで入りから、まあ、ガンガンいけたんで良かったと思います。はい。新人戦九州大会が終わりましたけれど、今年のチームの目標をお聞かせください。今年のチームは、全国狙えると思うんで、高層体も選手権も、全国で勝てるようなチームになっていきたいです。ありがとうございました。